敵は城より出て不陣に全面の防御を固めています。城から出て我らを防ごうとは愚策の極み。シオ、お前はおとりとなって南を攻めよ。将は敵が死の部隊に釣られたらその背後をつけ。義に謀反し縁を立てた。どんな男かと思いきや降参へ。とんだボングよ。こんなくだらぬ戦すぐに終わらせてくれる。赤い印の人に話しかけると戦が始まります。ここではしばし様が赤い印をお持ちです。俺には許嫁がいるんです。彼女とどう接していいかわからなくて。確か芝居殿のご子息にもお相手な。俺と同じように悩んでいるかもしれませんよ。加工派殿は名将加工園殿のご長男、活躍が期待されますな。こんな鎧着てくるんじゃなかったぜ。加工派殿は義の名門加工一族の一人、芝一族には煙たい存在なのでは。加工井殿は加工派殿の弟です。古潤殿は経験豊かな武人です。こたびの戦いもご活躍なさることでしょう。芝居殿の芝居がかった笑いの真似だよ。どうだ、似てただろ。高尊炎、とんでもない男だな。義を裏切り炎王などと自称するとは、なんと強欲なことよ。ずうずうしいにも程がある。高尊炎の暴挙、許しておけるものではありません。高尊炎は小物、芝居殿の手にかかればひとひねりですな。しかし高尊炎は何を勘違いしたのやら、炎王にだとなれるわけがないのに。芝氏殿は天下で貧困法制、芝将殿は奔放でやる気がない。果たして巷の評判は本当ですかな。そう怖い顔をしないでくださいよ。準備ならとっくにできてますって。まあいい、このような戦どうせすぐに終わる。義の勇者たちよ、奮い立つのだ。裏切り者を撃つ。手柄の一つも立ててみたいものです。裏切り者のおかげで無用な戦が、私は戦いたくなどなかったのに。お前
前は高尊炎という男をどう見る？ボング以外の何者でもありますまい。この戦、すでに勝利は見えています。しかし、すぐに新たな乱が起こりましょう。呉は孫権を中心に結束していますが、魏と蜀はかつての英雄たちを失って久しい。国の内も外も均衡が崩れた状態です。誰が火種となってもおかしくはありません。その通りよ。全くくだらぬようになったものだ。行くぞ。この戦、早急に終わらせる。死は手はず通り南方より攻めかかれ。敵の目はそれで引きつけられよう。今日は東側に布陣せよ。敵の防備が薄くなり次第奇襲をかけるのだ。高尊炎はそんなに大したやつですか？わざわざ俺らが戦う相手とは思えませんがね。そう、時にはくだらぬ戦もせねばならぬ。責任ある立場とはそういうものだ。私が討ち取った。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。信じられん。なんという強さ。領地を制圧したら進軍を止めよう。その場で敵を挑発し誘い込め。張り合いのねえ敵だ。寝てても勝てるぜ。奴らは臆病風に吹かれて逃げちまったか。さすがの腕前です。私が討ち取った。報告、敵軍の一部が動き始めました。固めていた防備をこうもたやすく崩すか。引き続き用地を抑え、南に敵をおびき寄せろ。私の知略に勝てると思いか。強気
野郎。受けろ。引くことがそのまま負けではない。敵将、私が討ち取った。この地、我が策に組み込んでやるとしよう。報告、さらに多くの敵が南に向かっています。消えろ。城内外の敵が面白いのに知れる。籠城しようとしまいと結果は同じだったか。つまらぬ戦はもう十分よ。東側より奇襲を仕掛けろ。仕置きしてやろう。な敵であることは否定しませんが、諸葛亮との戦を思い出してみて、我が英知を傾けるに値した戦のことを今。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。大変だ。敵の奇襲だ。慌てるな。早く何とかしろ。この体たらく、国を束ねる者の器が知れる。天下の頂点を目指す。